伊藤塾の小山浩二です。この動画では2021年合格目標、司法書士入門講座、春夏コースの話をさせていただきます。話す内容は3点。春夏コースの特徴、伊藤塾の方法論、それから小山クラスの良さです。まずは春夏コースの特徴。カリキュラムはこうです。2020年の4月から体系編がまず開始します。体系編については森全体を見て、使用科目の特徴をつかむ、そういう期間になっています。それが終わりますと、今度は5月から約1年の期間をかけて本論編が開始します。本論編は語学に必要な知識とスキルをここで一気にマスターしていく、そういう期間になります。そしてカリキュラム終了後、5月、6月、2回の模擬試験で完全シミュレートしてもらい、そして7月の本試験に臨んでもらうと、こういうカリキュラムになっています。この春夏コースにつきましては、1年間で一気に合格力をつけたい方向けのコースというふうに考えることができます。ちなみにスピードマスターコースもあります。2020年と2021年、2回の受験に対応するコースで、ご自身のペースで学習されたい方向けのコースになっています。このあたりはパンフレット24ページ25ページのあたりに載っておりますので、そちらの方をご確認いただければというふうに思います。2点目、伊藤塾の方法論ですが、伊藤塾はゴールからの発想という考えで受験指導させてもらっています。最短最速でゴールを目指そうという、そういう考えです。その上で伊藤塾の合格メソッドは3点。情報の絞り込みと繰り返し、早期かつ万全の記述対策、一人一人と向き合う個別指導です。記述式対策ですが、これは論文論述ではないので、そこはご安心いただきたい部分となります。イメージとしてはパズルのピースを組み合わせるような、ちょっとゲーム感覚っぽい、そういう記述式の試験でありますので、そこの方法論はきちんと本論研の方で皆さんの方にお伝えしていきます。ですので、ここでは絞り込みと繰り返し、個別指導の話をさせてもらいます。まず絞り込みと繰り返しの話ですが、司法書士試験の範囲は非常に広いので、我々の方で、全範囲のうちの約3割弱ぐらいです。そこをきちんとマスターすれば合格できるというストライクゾーンを講義を通じて皆さんの方にはお伝えをします。そこを徹底的にマスターしてもらう。逆に言いますと、そのストライクゾーンから外れた部分、ここは思い切って捨てる必要があります。この試験では何をどこまでどのようにやるかも重要ですが、それと同じぐらい何を捨てるか何をしないかも重要になりますので、そこメリハリをつけて講義を通じてきちんとお伝えしたいというふうに考えております。それから個別指導ですが、私はこれが一番合格する上においては大事だというふうに考えています。この司法書士試験は受験資格の制限がないので、誰でも受験することができます。そして一人一人置かれた環境は全く違いますので、一人一人にカスタマイズされた形での合格トレーニングを講師と二人三脚で一緒になって考えて、2021年の栄華を目指そうと、そういう方法論であります。ですので、そういう意味では講師と二人三脚で一緒になって頑張っていこうというのが個別指導のあり方でありますので、私はこの点を一番大事に考えているわけであります。3点目、小山クラスの良さでありますが、特徴と言ってもいいと思います。この試験はよく難関と言われますが、それは難しいから難関と言われるわけではなくって、基本をきちんとマスターすれば合格はできます。ただその基本の部分がちょっと数が多いので、その点で難関と言われるだけなんですね。一つ一つは難しくはないです。一つ一つは難しくないという基本をですね、きちんとマスターすることが合格する上においては大事です。やる内容は難しくはないんだし、そして量の多さを処理するという方法を間違わなければ、1年を含んで短期で合格力はつきます。ですので、私のモットーは、明るく、楽しく、優しく、新しく、常に最新の方法論を皆さんに提供し、そして2021年の合格を一緒に目指していきたいというふうに考えております。その上で、来るものは拒まず、去るものは追うです。合格は本当に人生の景色を変えてくれます。ですので、その景色をぜひ皆さんには見ていただきたいんで、去るものは追いますんで、何卒よろしくお願いしたいと思います。開講日程、画面の方出ていると思うんですが、お茶の水子ライブクラス体系編は2020年4月22日から始まります。そして
体系圏終わると言いますと、5月の6日水曜日祝日から本論圏約1年間のコースが開講していきます。ウェブ受講の方につきましては、ライブ講義実施の翌日18時から最新の講義を配信します。これはもう何回でも聞き直すことができますし、ライブでお申し込みの方も無料で装備されておりますので、欠席されてもこれは安心して講義がですねキャッチアップできる、そういうシステムになっております。年間を通じた講義スケジュールの方につきましては、パンフレット37ページの方に小山田さんの日程がありますので、そちらの方をご確認いただければというふうに思います。それからテキスト演習系の教材料すべて受講料込みですので、その点も安心してご受講できると思います。もう少し詳しい話を聞きたい方につきましては、ホームページの方でロングバージョンを配信していますので、そちらの方をぜひご覧いただければというふうに思います。それからガイダンス、受講相談、いろいろとですね随時実施しておりますので、ぜひ一度伊藤塾の方にアクセスしていただければというふうに思います。最後になりますが、2021年の絶対合格を目指して皆さんと一緒に勉強できる日を楽しみにしております。絶対合格を目指して小山と一緒に頑張っていきましょう。